ヤケブリン、ヤクテと申します。今回は月焼きでランクマッチに潜っていきます。メンツはガシリンポケモン、月といえばルナーラ、そしてそのルナーラを取り込んだネクロ様、つまりルナーラがヤケブリン2体で、かぐや姫モチーフのテッカグヤ。公式設定で月のディテールよりにはたくさんのおしゃまりが一斉にダンスをする姿が見られることもあるぞ、というわけでおしゃまり。月光ポケモンのブラッキー、そして月の石で進化するウサギのような耳をしたククリンですぞ。では試合まで勝っていない、ありえない。対戦相手が見つかりましたな。剣護した対戦よろしくお願いします。ゴー。マイテンパーティーはザシアンディアルガー、鋼鋼、サンダースイクン、ランドロス、ラグラージ、水2体、地面2体。サンダーはサンダーで普通に辛い。ラグラージはもう力で吹っ飛ばすしかないので。穴から伝説をガンガンぶつけていきましょう。では、剣護した対戦よろしくお願いしますぞ。相手の初手は、その構築、ラグで詰まないわ。この初手は、ロールチャンピオン、ルナーラ。あくびだろうが、ステロだろうが知ったことではありませんぞ。シャドウレイ以外、ありえ。最高打点ぶっ放すんでした。必殺シャドウレイ、硬いですなー。ステージロー、岩を巻いただけで起源は退場するんですぞ。もう一発、相手にゴースト半減以下はいないんで引くこともないでしょう。蹴散らすんですか。まだこちらのファントムガードは潰れていない。それがこちらの強み。ザーシアンが切ったらダイマックスしてもいいかもしれないが、まあかぐやに任せた方が安全だとは思うんですよな。結局ダイマックスしても耐久は上がらないんだ。おっ、引っ込める。誰が受けるんですかな。ディアルガ、ここでディアルガが大きく削れるのは非常にいいですぞ。ではシャドウレイ打ちかますんですな。うん、把握には取れていない。気合玉で取れていないからお相手をわざわざダイマックスする必要はないと思うのですが、どうなんでしょう。消え玉があるかどうかが読めているかはわからないが、どんな技でも一発与える。ダイマックスしなければ落とせる。こちらダイマックス合わせたところでダイナックルではいろいろ足りませんし、気合玉ぶっ飛ばしますぞ。通弾撃破がやりやる。素晴らしい火力ですな。だってラグは戻ってこれないんで雑誌なんですよな。ランダム2、お主か。雑誌はいなかった。復活も、何の効果もありませんぞ。ここは、ダイアイスで。相手もダイマックスして、ダイジェットして無双しないと。もしくは剣の舞で無双しないと。勝ち目がない。そんな状態ですぞ。なんとしてもここでランドを落とす必要がある。やってきましたな。さて、アースだろうが、ジェットだろうが。ねじ捨ててやりますぞ。では、こちらも。いきますぞ。ふい、えい、おかしか。うお、でかい、でかいんじゃ、でかいよ、この野郎、大きすぎるよ。あ、受けて立ちますな。いきなり裏声出すな、やめていただきたいと言われそう。ジェット耐えます、ここジェット余裕で耐えますね。では、お返しの一撃、食らわせるんですな。ジャイアイス通弾吹っ飛びましたな。
一撃外ありえない。さあラストはラグラージ。先ほど上を取っているのも見ましたし、シャドウレイで半分入るのも見ましたぞ。つまり大フォローで落とせるんです。で散らしますぞ。撃破ガイアリエ。では剣後死体戦艦士ガイアリエ、ヤナーラ無双でしたな。対戦相手が見つかりましたな。ジントニック死体戦よろしくお願いしますぞ。アイテムパーティーはシャンデラ、バードレックス、ザシアン、ダンドロス、バンギラス、サンダー。さーてですな、バルクスが来たんで下の2体が出番ですが、初手はヤナーラに任せましょう。バンギは後ろに控えるとは思いますが、ヤラッキー、ヤクリン両方出してもいいかもしれないが、そうするとザシアンが止まらないので、どちらが行くべきですかな。シャンデラを重く見るなら、重く見るならヤラッキーになるんですか。後ろから出てくるサンダーが辛い気がしますな。ではジントニックした一戦よろしくお願いしますぞ。さあお相手の初手はどこですかな。誰が来てもバンギの受け出しな気はしますが、サンダー、現れチャンピオンやなら、まあ、一応残りが伝説みたいな可能性はあるんで、ここは普通にシャドウレイもしくは吹雪、シャドウレイ。サンダーも早めに蹴散らしておきたいので、何かと厄介ですからね。ダイジェット無双が始まる可能性もあるといえばあるかも。充電、我がヤナーラを前に充電とは何事ですかな。国防アップは確かにあるわけですが、受け切れるとは思ってるんですから、シャドウレイ一撃がやりやる。何事もなかったかのように一発だ。さーて、これを生かして試合に勝たなくてはならない。ワンヤもいないものとする。バードレックス。さーて、特性を盾にぶん殴るというのはない話ではない。ヤラッキーを受け出していいものか。そのために入れてはいるんですが、任せますぞ。身代わりを張ってくるタイプでも、アストラルビットを打ってくるタイプでも当然対処は可能。ファントムガード警戒の宿り着、別にない話ではないが、おっと釣り出し、誰だ、バンギロスいたんですね。それは聞いていない。とりあえずファントムガードは守られたといったところ、ふんぞり返ったヤラッキー、こちらのやることは決まりました。即座に薬格を出すんですな。あとはヘビーボンバーをガンガン行きましょう。相手がダイマックスを切っていないんで大失礼にした方がいいのかもしれないが、座ってダイマックスを読むならばバカ力ラックブラスト、あっち向いてませんかな、この火力。そんなことはないか。4回、次の4回もギリギリ耐えそう。まあ中間の地震でいいですかな。引いてきたとしてもこれならなんとかなる。とにかくタスキが残っている事態は避けたいが、まあお相手が砂まいてますからな、タスキはないと思うんですよな。一応バドレックス今調べましたが 53.6kg なので、ではハチマキ地震返り討ちですぞ。返り討ちなんてことはなかった。
なかったんですよ。保険まさかの保険番組です。そんなにまさかというほどではないのかもしれない。しかしダイマーバドレックスにどうしても取っておきたいロックブラストは当たりません。なあ、では蹴散らしますぞ。ゴーン、撃破がやる。さて、あとは全員でバドレックスをタコ殴りにするだけですな。受け出しの危険よりも1段階上昇の方がマシなので、ブラッキー死に出しで、ダイマックスしてくるならばブラッキーもダイマックスする。してこないならばダイマックスしない。しないことはないです。とにかくお相手の行動みたい。ブラッキーがいるんで、読んで変な技なんてことはなかった。しかしダイマックスしませんでした。なかれましたが砂ダメが入りますな。おや、収まってしまいました。ですが問題はない。戻り返ったやラッキー。どっちが王か決めるんです。ダイアークがやりやん。僕もさすがにダイマックスでしょう。問題は花粉団子があるか、それだけなんです。まだお相手はアストラルビットしか見せていませんので、どうかな。いきますぞ。おぉ、でかい、でかいんじゃ、でかいよ、このブラッキー、熱いんだよ。いきなりブラグを出すのやめていただきたいと言われそう。草原耐えます、ここ草原耐えますね。さすがの耐久です。秘伝の売りはやはり耐久。そして、必殺黒いメガネ、ダイヤー、ズドン、やりましたな。一撃外アリア。ではジントニック主体戦艦車がアリア輝いてました。対戦相手が見つかりましたな。ケロリーナ主体戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーはラグダー、実はシアンネクロとマイコ、ランドロス、サンダー、ウルガモス。小手がモスありますかな。小手はあの地面タイプどもだと思うので、上の3体戦術でいきましょう。ではケロンリーナ主体戦よろしくお願いしますぞ。さて初手地面組を予測はしてますが、どうですか。おっと、ザシアン。もしかして、もったいありませんぞ。私の手は、アロールチャンピオン。なら、普通にシャドウレイ刺していけばいいですな。一発目はファントムガードで耐えられますが、二発目以降は結構きつかったりしますぞ。さあ、これ、身代わり。様子見していきますな。いきなり大魔を切ると思ったのか、どうなのか。さあ、このシャドウレイ、誰でどう受けますかな。身代わりなんて軽く破壊ですぞ。いや、当然レンダル。お相手の行動は、
ヨシグさん、ファントムガードで余裕で耐えますぞ。そしてザシアンは勝手に削れている。つまり蹴散らせるんですな、この尻メガネ。シャドウレイ叩き込みますぞ。ズルダン倒せてないんですな。しかし巨獣さん耐えるんで、耐えりがいありえない。おやオーランスというやつですかな。さてここから格上で立て直すしかない。サンダーもいるんですよな。打ちづらい技が多すぎる。相手ザシアンを取っておく価値は十分にある。聖なる剣、めちゃくちゃ削られました。撃破がありや。さーて、まあ一応一番重いとこ飛んだんでよしとしましょう。両方バレましたが、まあハチマキとは思わないでしょう。相手に格闘技ってきそうなのはいないので、次は誰ですかな。ネクロズマを出そうと思っていたが、大文字が飛んできたからどうしようみたいな状態ですかな。ダイマックスかぐやでウルガモス、商売の可能性は大いにある。ネクロズマに交代がありえない。任せますぞ、ツリーウィナー、ナクロズマ。相手は炎のマイコ。削りつつといったところでしょう。さーて、これは第6区の餌食にしてやりますぞ。特攻が1段階上がっただけでは我がヤクロズマを突破できませんな。相手がダイマックスした場合、ジェムでは足りない可能性があります。いきますぞ、ダイマックスはこちらだけでしたな。おかしか。うお、でかい、でかいんじゃ、でかいよこのネクロズマ、大きすぎるよ。あいきなりプラグを出すのやめていただきたいと言われそう。ちょまっこ、そんな映画あるんですから。大ロック打ちます、ここ大ロック打ちますね。バタン、一撃以外ありえない。素晴らしいプレーですな。お相手のラストはネクロズマですかな。自分の砂が痛いですぞ。サンダー、お主か。ダイマックスを取っておいたこのサンダー、まあロックでいいですか。ダイジェットからのなんたらかんたら、純伝説では伝説にかなわないというところを見せてやるんですな。サンダーだろうがジェットだろうが自然の耐久なら耐えられる。間にメタリウォールが挟まるとは知りませんが、第3打余裕ですな。素晴らしい耐久ですぞ。では弱点ついてやるんですな。命の玉ダイロック、バカン、一撃以外ありえない。やりたい放題ですな。ではケノンリーナ氏対戦監視外ありえない。対戦相手が見つかりましたな。対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーはカバルドンドコドン、ヌオ、メタモン、サンダー、ザシアン、バイクレーン。
さてですが、初手のカバーを飛ばすにはやはりヤシャマリの出番でした。ねえ、サンダー。いや、サンダーは特に気にすることはない。ホワイトキュレムも別にこちらの弱点をついてくるわけでもないですし、伝説軍団がそのまま出ていいですな。行きましょう。では、ピザタルシ対戦よろしくお願いしますぞ。さて、カバ読み、カバ一点読みもいいとこですが、どうでしょう。カバラドンドコドン来ましたな。我が初手はそのカバ対策、ガラールチャンピオン。ヤシャマリ。海外県ですな。スキアティにヤシャという名前は、非常に相性がいい。まあ、そんなことはいいんですが、何もさせる気はありませんぞ。ハイドロポンプ以外ありえない。ぶっ放すんですな。ハイドロポン。水素の音。一撃がいありえない。素晴らしい火力ですな。何もさせてはいけませんぞ。で、置いていたとしてもメタモンを出せない東あたりですから、それとも貯水ヌオーか。キュレーおのしか。ユーレム相手にやることは正直ないので、そのままハイドロポンプでもいいぐらいですが、どうしますかな。ダイマックスしてダイフェアリードラゴン技の威力を落とすということをして悪いわけではないんですが、我がヤシャマリ特殊耐久をむくりですので、このまま行きましょう。フリーズドライとかが飛んでくるんではないですかな。さあ来い。ダイマックスやる気満々ですな。ダイアイスで自らのタスキを守る。いや、まあタスキではないと思うんですがな。そうするとダイマックスとの相性もあまりよろしくないことになるんで、オーソドックスに命の弾か。飛んでくるのはドラグーンかアイスか。いや、アイスは飛んできません、ね、半減です。さあ、アタック。これは何が元ですかな。そして物理の可能性が出てくる。このアタックは一体何なのか。一旦耐えてしまいました。いいことですぞ。水素の音。砂ダメも稼ぎますな。ダイマックスターンを2ターン使わせる。非常に良い。バニールだけでいいですな。食べ残し。相手の努力値の振り方が全くわかりませんな。まあ、かといってダイフェリーで打ち合う必要はなかったでしょう。この笑顔。で、フロー。アタックで我が柳原の受け出しでも誘ったんですかな。しかし、よくやってくれましたな。そして、フォローがあるというのは大問題なんですな。ダイマックスしないと勝ちようがない。ヤクロズマの大ロックで、大ロックで足りるといいんですがな。スリーウィナー、ヤクロズマ。命の玉とダイマックスは非常に相性が良い。ダイブイッチフォローよりももちろん弱点の大ロックで攻めるべきですな。では、いきますぞ。うおー、でかいね。でかいんじゃ。でかいよ、このヤクロズマ。アクセリオン。いきなりブレブレ出すのはやめていただきたいと言われそう。フォロー耐えます。ここフォロー耐えますね。初戦3倍弱点特性込み。素晴らしい耐久ですな。2発は耐えませんが、ここで落とせば関係ないんですな。下がった B が何だって言うんですから。ダイロックバカン。全然足りませんね。さて、お相手のダイマックスは終わるので、シャドウボールぐらいならなんとか、なんとかしろですな。もちろん打つ技は大フォロー。応対はないと思いますが、一応耐える以外ありえない。やってくれましたな。さすがですぞ。ではお返しの大フォロー。コスト技はこうやって打つんですぞ。撃破ない、ありえない。さーて、砂を収まったのでギリギリ場に残り続けますな。こういったメタモンかザシアンか。ザシアン
さーて、焼き払いたいところですが、正直どんな技でも耐えないので、もう HP がないんですな。一応大バーンで。ここで余裕を見せてくることはさすがにないですな。やーなーらはちょっと一撃で一撃でザシャを持っていく火力はないんですな。どうしろって言うんですかな、この緑の輝きが非常に良い。そんなことは良くて、もう記念しかいないんですぞ。アローラチャンピオンヤナアーラ、シャドウレイが最強だけですな。そんなもの余裕で耐えるんですな。火力に回してなければ、あるいは2体するのでは。ファントム込みでこれなので、ちょっと2発目は無理ですな。ここで落とすんですぞ、シャドウレイ。月の光に導かれるんですぞ。全然足りませんな。お相手火力が足りないと見て諦めて降参してくれませんから。先ほどね、これしかダメージが入ってないってことは、次のダメージ、はい。どうしろって言うんですから。出す順番逆だったんですかね。では、ピザタル失態してみましょう。はい、ありえない。